キャパを超えたからっていうので簡単に助けの手を離すことが今すごく多くて、あいつらは勝手に解決させろっていうようなことにしちゃってんです。一番まずい。断られました。メモ自体を目の前で捨てられました。完全違法です。ほんま腹立つな。今年26人になる妊婦なんですけど、みんな生まれてきて赤ちゃんの時はワクワクで生まれてくるのに、なんで大人になったら死にたいって思うようになってて、辛いことがあっていいよ助けるよ力になるよって言ってるのに、なんで助けられなくなったらみんなそうやって簡単に人を捨てるのかな、そうやって自分のことしか考えられない脳みそになってるのかなっていう風に謎で、私の母親も言ってたんですけど、周り困った時に助けてくれる人がいるから私は頑張れる、死にたいって思えなくなったっていう風に言ったんですけど、でもいざ蓋開けてみたら、じゃあ自分が助けられるキャパを超えたからっていうので、簡単にその助けの手を離すことが今すごく多くて、じゃあ辛いっていう風に言って最後まで一緒に支えてくれる人っているのかなっていう風に思って、うちは将来子供が、まあ、生まれたら母子家庭にはなっちゃうんですけど、そんなに父親がいない、家族が揃ってない家庭ってそんなにかわいそうって思われるのはなんか違うと思います。マイクを握ってくださった方ありがとうございます。現在26歳、妊婦さんであると新しい命が誕生するということでございますけれど、まあ、この国の将来考えたときにこの子がすごく苦労して生きていくというようなことになりそうだということを今から心配していると。特に本当に困っているとか、もうこれ以上何かしらプレッシャーがかかったら自分で命を絶ってしまうとか、そういう状況にある時でも助けの手っていうのはなかなか伸びないもので、助けるよと言ってた人でも手を離してしまうような状況があるというお話だと思うんですね。で、困ってる人がいるならばこう寄り添いたいと思うのが人間って生き物なのかなと思います。でもそこに寄り添えないとかいう状況はそれぞれにおそらくあるかもしれません。余裕がないとか背負えないとかで、何よりも何かに困った時に誰かが背負わなきゃいけないっていうことのシステム自体がおかしいんです。要は個人間、個人の間で何かしら解決できること、このまま行っちゃったらこの人命落としちゃうかもねっていうところまで追い込まれてる人を、その何かしら特別な知識がない人たちが何とかできる話じゃないですよね。そう考えた時にそれぞれ皆さんが抱えている問題のいろんなステージにおいてそこに相談に乗れたりとか、適切な自治体のサービスにつなげられるかとかっていうようなことを橋渡しできるっていうことを拡大しなきゃダメなんですよ。つまり何かって言ったら、この国の基本は自助共助なんですよ。自助っていうのは何かって言ったら自分で勝手に解決しろ、共助って言ったら周りに助けてもらえ、でも自分でやれ周りに助けてもらえっていうんだったら、一番大きいはずの公助、つまりは国自治体、そういうところが本当は相談に乗ってしっかりと保護したりとかサポートしなきゃいけないのに、これは個人や民間に丸投げしちゃってるんですよ。だからこれは何かって言ったら、最近冷たい人が多くなったよねという問題で終わる話じゃない。それぞれにもうみんな必死で生きてて、もう余裕がなくて切な的な状況がどんどん出てきてしまってるっていう状態だからこそ、何をしなきゃいけないかって言ったら、やっぱりこの公助、国がやる部分、自治体がやる部分を広げる、それぞれに近くで背負い合わないということが本当はやられなきゃいけないことなんですね。例えばですけど、憲法っていうのがありますよね。憲法ってなんだって言ったら、イデオロギーとか一切関係ないです。ルールの話、自由に生きてくださいって言ったら、好き勝手やる人いったら困るから法律で縛るねってもので、外国との約束、条約で、憲法っていうのは権力者に対する命令ですよ。権力者に対してお前たちが自由にやっていいのはここまでだぞっていう制限を与えている、一番この国で上位に当たる法律が憲法なんです。憲法の13条に何て書いてあるかってことなんですよ。はい、こちら、すべて国民は個人として尊重される。個人として、あなたに困りごとがあるときにはその家族やその周辺で解決しなければならないってことじゃない。だってその家族やその周辺の人たちにもそれぞれ問題があったりとか、変えられないものはいっぱいあるから、あなたが困ってるときにはあなたが困っている内容に対してちゃんと相談に乗れて、そこにちゃんとサポートできるっていうことにつなげられるような人がちゃんと向き合ってくれるような社会じゃないとダメだってことです。そういうものをちゃんと作っていかなきゃいけない。今の日本どうなってる、
親が介護が必要って言ったら子供が見ることになってない？子供だけじゃなくて結婚した人のその人の嫁さんに見させるみたいな話もあるでしょ。兄弟の中で押し付け合う、そんなことスタンダードじゃないですか。それじゃあ誰も幸せにならないんですよ。挙句の果てには老老介護、介護離職、介護殺人、憲法13条から考えるならば絶対にそんなことあってはいけないんです。誰かを支えるために自分が犠牲になります、人生捧げますみたいなことやらしちゃダメなんですよ。そうさせないための社会の作り方、いろんな制度ってものを作っていかなきゃいけないっていうのが政治の役割なんですね。これは冷たいとかそういう話じゃなくて、自助、共助、自分の足でやれ、周りに助けてもらえっていうことがこの国をほとんど支配しちゃって、一番大事な公的な助け、これを事実上免責しちゃってんですよ。国は、地方自治体は責任持たなくていい、あいつらは勝手に解決させろっていうようなことにしちゃってんです。これ一番まずい。だからこそ誰もが不安がないという社会を作っていくためには、まずは経済的な安定、国の景気をちゃんと戻して軌道に乗せてあげるってこと、それと同時にそれぞれの人たちが不安があるときにはしっかりと相談できたりとかで、困ったときには助けてもらえるっていうような整備をやっぱり太くしていくしかない。セーフティネット、今この国で困ったら何があるかって言ったら生活保護、生活保護がダメなときには刑務所しかないんです、この国のセーフティネット。むちゃくちゃですよこんな国。だからこそ誰しもが頼れる、困ったときにも弱音をちょっと吐きたいときにも何かしら相談できる、そういう状態を作っていかなきゃいけないなっていうふうにそう思います。すいません。生活保護断られました。生活保護断られた、違法です。家族がいるからそっちで支援を受けられるならそっちで受けてくださいって言われてすごく突き放されました。絶対にやっちゃいけないことです。申請させなかったってことですか？申請したんですか？申請 の, 一応メモ書きを残したらそれは受理せざるを得ないっていうふうに聞いたんですけど、そのメモ自体を目の前で捨てられました。完全違法です。それやっちゃいけないこと。でなんかまだ若いからっていう理由で断られました。関係ないですね、それは理由になってない。年齢の問題じゃないんですよ、その人の置かれた状況にもよるから。あなたが今健康面で弱ってたり、要は例えばだけど、ね、これから生まれてくる命のことがあったりとか、これからより動けなくなってったりとかするわけですよね。それだけじゃなくて自分のメンタルっていう部分もちゃんと保っていかなきゃいけないっていう時に、新しい仕事についてっていうようなことで生活回していけるかって言ったらさすがに難しい。じゃあ今は手助けしようっていう決断をしなきゃいけないんだけど、それを水際作戦、申請する手前で断る、メモ書きされたものを捨てる。で死にたいって言ったらそれはこっちの管轄じゃないんで言われても困りますって言われました。ほんま腹立つな。それどこの区役所ですか？東淀川です。東淀最低やで、ほんま。東淀川にちょっと知ってる政治がいるんでちょっと話してみますね。すいません、ちょっと連絡がつくような形で何か どなたかちょっとすいません、スタッフの方ちょっと引き取ってください。すいません、ちょっと話をしていただいてすいません。さあというわけで、政治に頼るなじゃないんですよ。あなたがこの国のオーナーで、政治に対してあなたがお上なんですよ。あなたがこの国のトップ、その国に対してしっかりと仕事をやってないとかっていう状況の時にはそれを改善を求めなきゃいけない。あなたがこの国の株主なんだから、この国の経営に対して口出しして当たり前、政治に物を言うな、とんでもない、物を言わなくて得するやつらがいるんですよ。みんなが干渉せずに政治に対して無関心になれば、より自分たちの好き放題のことできるでしょ。もうすでに好き放題のことやりまくってるじゃないですか。これ以上のことをやらしてダメなんですよ。あなたこそがこの国のオーナーで、政治に対して物を言う、いい加減にしろと言える、この国の最高権力者なんです。総理大臣なんて雇われ店長や。そういうことでですね、みんなで変えていこうということでマイクを握っております。令和新選組代表山本太郎と申します。